肝っ玉を母とその子供たちの記念切手、肝っ玉を母とその子供たちは、ベルトルト・ブレヒトによる戯曲。1939年成立。30年戦争時代のドイツ及びポーランドが舞台である。主人公は、肝っ玉とあだ名される女性アンナ・フィアリングで、兵隊を相手に商売をする、主保証人である。彼女にはそれぞれ父親の違う3人の子供がいるが、長男、次男は相次いで軍に徴兵される。会計係の次男、シュワイツワーカースは、やがて戦死し、長男アイリフは平和になった時期に百姓を殺して、略奪をしたために処刑され、残された推しの娘カトリンも、また、軍の襲来を町に知らせようとして射殺される。肝っ玉は子供を、次々と奪っていく戦争を呪いながらも、戦争を相手にした商売を最後までやめることは、できない。互いに独立した12の計からなり、パウル・デッサウ作曲による9つのソングが挿入される。ブレヒトの叙事的演劇の代表作であり、Kの初めには幻灯によって演じられる内容が予告され、それによって筋を批判的に鑑賞することが観客に促される。演出家のマンフレート・ベクベルスの指導を受ける、肝っ玉役のギーセラ・マイ。ベルリンにて1973年撮影。この戯曲はブレヒトが亡命先のスウェーデンにて5週間で一気呵成に書き上げたもので、フィンランドの愛国作家ルーネベリの物語詩、ストール騎士物語が着想のきっかけと言われている。また、肝っ玉というヒロインのあだ名は、グリンメルスハウゼンの小説、放浪の女ペテンシュ・クラーシェから取られているが、いずれも物語自体はそれほど関わりがない。初演は1941年4月19日、チューリヒにて行われ、テレーゼ・ギーゼが肝っ玉を演じた。戦後、東ドイツのドイツ座にて、ブレヒトの妻、ヘレーネ・バイゲル主演で再演され、その成果は、劇団ベルディナー・アンサンブル設立の基礎となった。ブレヒト自身はヒロイン、肝っ玉に、同情的なだけの演出には、批判的であり、ヒロインの行動を、客観的に見せることを演出家に促していた。そのために自分の演出による上演の記録をモデルブックとして出版もしている。1988年、無名塾によるバージョンが宮崎京子演出の下で上演され、宮崎の夫である仲代達矢がアンナ役を演じた。2017年10月14日から11月12日まで宮崎の演出ノートをもとに、同じ劇団によるバージョンが、能登演劇堂にて上演された。これとは別に、2016年9月23日から28日には、札幌座によるバージョンが上演された。札幌座のバージョンの演出は、斉藤歩が務め、桜井幸恵がアンナを演じた。ありがとうございます。